どうも森山です。ラビットのロケでオーストラリアはケアンズに来てます。で、いろいろロケ撮影終わってお土産買いに行こうかな。でリリーはちょっと疲れたみたいでホテル戻ったんで一人で。街の雰囲気ええよな。はい、めちゃめちゃいいよな。なんやろ、楽しんでない人がいないって感じ。そうっす、なんかみんな休日やってる感じなあ。見てあのバー、めちゃめちゃ盛り上がってるよ。やっぱ何絶対売りん。はい、この木見てよ。いいっすね、すごいよ。 100% 俺より年上やもん。一本一本やっぱ、ほんで皆さん気さくに挨拶してくれる。うん、はーい。ウインクしてくる。日本人の方も結構いたね。いましたね。おー、ハイジャンプ、イエーイ。俺今ハイジャンプって言っただけな。結局雰囲気で、言語わからなくても雰囲気で伝わる、はい、うわ、カウガールたちや。はい、ビューティフォーカウガール。キリないわ。撃たれた。Yo!いやノリノリやね。ノリノリマジで全員がテンション上がってる。はい、これね、どういう曲ですかね。あの見てください、至る所にこうバーベキューしてるじゃないですか、うん、聞いたらオーストラリア王子ってほんとバーベキュー文化で、あれ全部無料らしいんです、うん、すごくないですか。もうどうぞバーベキューしてくださいっていうテーブルとか鉄板とかねあって、でこのプール綺麗なプールでしょ、広くて、これ無料らしいんですよ。無料よ、だから俺入ろうと思ったら入れんのよ。ちゃんとね、ライフセーバーさんも、ライフセーバーさんもいて、ここ真横海なんですよ、実はあの真っ暗のとこ海なんですけど、うん、オーストラリアはなんかビーチというか岩の地帯が多くて、それで横にプール作ってるみたいな、うん、どうたらこうたら。でも見て、ビーチを再現したこの砂浜。もう全員がフルハウスの出演者になります。ほんまに。フルハウスとか、ストレンジャーシングスとかの出演者になります。で、この海見てください。海というかね、もう何にもないじゃないですか。うん、これ普通に、昼はここまで海らしいんですよ。潮の満ち引きで。うん、ここ全部開くってすごない？毎日こんなに部屋がある。見て、めっちゃ海外や。電動スケボー、おー、かっけー、キュー。おー、自動や。俺あんなん動物100連発みたいな番組でしか見たことないよ。今6月の末やね。はい、こっちは冬です、うん、でも冬でもこの半袖でもいいし、うん、まあ、地域によるらしいんですけど、ケアンズってオーストラリアの下の方、赤道に近いから、だから日本で沖縄なんですよ、うん、赤道に近ければ暖かくなるから、日本と逆、北に行けば暖かいっていうね。早ない。これどこで止まってんですか。もうずっと回ってますよね。そうやね、あれ乗る一定時間どうやって乗るの。確かに一個一個下ろせなくないですかこれ。あれ、え、はーい。うまい。 YouTube 桜坂の YouTube、 こっち見取り図の YouTube。 よろしくお願いします。待って映し合うって。ありがとう。さっきねロケ終わってね、一緒にロケしててちょっとブラッとしてたんね、スタッフさんとね。これ乗るの、飛び乗らなあかんで、これ。でもあんまり俺らのチャンネルにこんな可愛い子ら映したらあかんわ、ほんま。ありがとうね、気をつけて、またね。あれ、なんだこの施設。
ラグビーやってて、フットボール。ほんで楽器、バンドが楽器弾いてて、めっちゃ海外やん。ちょっとナイトマーケット行こうか。はい。またね。イエーイ。ナイトマーケット。オーストラリアがすごいタバコ厳しくて、一人一箱しか持っていけないっていうので、まあ切れてもうって買ったんですけど、まあよくあるね、肺には良くないよっていうプリントはされてるんですが、値段が5000円弱、一箱5000円です。日本じゃ500円、600円、まだまだ日本優しい方やねんな。そうっすね、すごいよ。5000円弱インサートのとこ。すごい、お食事どころ、寿司です。あ、これも寿司、これなんですね、やっぱ寿司、のり巻きお寿司、うまいな。まあ、握れる食材さんもおらんか。カリフォルニアロールみたいなやつが、あ、でもサーモンありますね。あ、サーモンある。お土産買おう。はい。もうね、タイでね、変なもんばっか買いすぎたから。お、エコバッグ。あ、エコバッグか。これ買います。何個かあるやね。かわいい。俺、コアラ抱っこしたからな、ロケで。こんなんも買っとこうか。メモ帳とペン。よくない？こういうポーチとかっていらん？もらったらいらん？あそこにまた灰皿が。あ、落ちたからもう買う。灰皿。いや、だから俺各国の灰皿集めてるわけちゃうから。タイでも買ったけど。これはケアンズって書いてます。こんなん今のテンションで買って日本でかぶらんで。リリーさんとかだったらまだゴルフするんでかぶるかもですね。ほんまやな。ラリア代表。あ、本当だ。これとかすごいです。ビートルズみたいな。ほんまや、ビートルズをパロって。ケアンズ。ケアンズ。うまいんかな、これ。うまくなさそうやけどな。コースター買おうか、ミトリズハウスに。あ、いいっすね。コースターは使いますね。とりあえずここではこれにしようか。はい。ありがとう。ありがとう。日本人って分かってくれた。こんなんさ、待って、俺これタイで買ってんけど、この柄のやつ。タイパンツと言っても過言じゃないですよ。というかタイパンツ。この店、この店タイもなかった。そうじゃないですか。そういう感じですよね。そういう感じ。はい。メッシじゃないですか。メッシは T シャツじゃないよ。カバンですかね。絶対メッシに無許可やろ。
いや、絶対、絶対許可取ってないです。絶対許可取ってないよな。でもいいな。